ってくれ。ナツ様。いや悪い悪い、お前悪いやつじゃねえんだよな。ほら、ナツってばセイバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね。これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前ずいぶん暗い顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。 いやいや謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの。私、人にこのように気を使われたことがないもので、去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。ナツ、はい、すみません、私つい。他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて紋章を消されて悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間。お前がマスターか。一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルド辞めんだな。ナツさん、自殺行為だ。自分のところの仲間を仲間と思えねえやつは許せねえんだ。何の話かわからねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、雷炎竜の逆殺。
今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ、世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我どうだろう。ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなずー。ハッピー。くそ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付してもよいと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。おいら入り口で捕まえちゃってごめん。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。わあ、本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。優勝。
残りの試合勝って勝って勝ちまくろう。おお遅くなってしまった。誰だ。ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは。あとは精霊魔導士がいればエクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。よりあなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるのです。世界を変える扉エクリプスの前では一人の少女の命など、実は精霊魔導士が二人もいるのだ。止まれるものか。十の鍵を持つ少女、二の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリゼレフ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 。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。ゆべ何かあったか。なんでもないよ。みんなで優勝しようって誓っただけで
ね、ウェンディ。え、私に振るんですか？はい、昨日は何もありませんでした。はい、ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。と二人きりだとまた人気のないとこで変なことされそうだな。いや、二人きりはちょっとな。なぜですか？二人だけでは危ないというならご安心を。ジュビアが。だってな、お前。お、ルーシー、ちょうどいいところに来た。え、な、何？俺たちと一緒に仕事行こうぜ。俺とジュビアとお前の三人で。仕事？別にいいけど。く、恋敵。やっぱりやめとこうかな。邪魔しちゃ悪いし。いやいや、遠慮するな。それじゃあ俺たちで行くってミラちゃんに伝えてくるぜ。全部集めないと。やる気だね。